本堂の釘抜きの絵馬石像寺は、京都市上京区にある浄土宗の寺院。三号は、家高山。正名は家高山光明編上院石像寺である。本尊は、地蔵菩薩。地元では、通称の釘抜き地蔵で知られている。寺伝では空海により819年に創建されたという。当初、新言宗寺院であったが、鎌倉時代に旬、春のり。 傍聴源による再興を機に浄土宗に回収され、慶長19年再連者源誉れ商人が再興したという。地蔵堂の本尊は空海が塔から持ち帰った石を刻んだとされている地蔵菩薩である。この地蔵は苦しみを抜き取るということからくぬけ地蔵と呼ばれ、それがなまってくぎぬき地蔵と呼ばれるようになった。くぎぬき地蔵の言われについては次のような伝説がある。 室町時代の終わり頃、木の国屋道林という商人がいた。彼は両手に激しい痛みを感じていたが、どんな治療を施しても効き目がなかった。そこで霊源新たかな石像寺の地蔵菩薩に7日間の願掛けをしたところ、漫画の日の夢に地蔵菩薩が現れた。地蔵菩薩は、お前の苦しみの原因は、前世において人を恨み。 呪いの人形を作ってその手に八寸釘を打ち込んだことにあると告げ、呪いの人形から抜き取った八寸釘を道銀に示してみせた。道輪が夢から覚めると両手の痛みはすっかり消えていた。そして石像寺に参詣すると本尊地蔵菩薩の前には地に染まった二本の八寸釘が置かれていたという。寺は西陣地区の東方に位置し、千本通りに面した。 境内西側に門を開く。参道、境内には大きな釘抜きのモニュメントがあるほか、本堂の外壁には、苦しみから解放された人々が奉納した、実物の発寸釘と釘抜きを貼り付けた絵馬が多数、貼られている。これらは前述の釘抜き地蔵の伝説に関係する、ものである。なお、ここでの釘抜きとは、バールのことではなく、挟んで抜くやっとこに近い道具のことである。 京都市上京区千本上立ち売り上がるか社長503ありがとうございます。